歳の男の子の心臓移植のための募金活動です。よろしくお願いします。孫の心臓移植のお願いです。よろしく。2歳の男の子のためです。どうぞ、どうぞご覧ください。ヒロ君の心臓移植のための募金活動を行っております。本当にありがとうございます。励みになります。ありがとうございます。ご協力よろしくお願いいたします。男の子ヒロ君、ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。ご覧ください。ありがとうございます。ありがとうございました。2歳の男の子の心臓移植を求めて募金活動を行っております。よろしかったらお手に取ってご覧ください。2歳の男の子の心臓移植を求めて募金活動を行っております。拡張型心筋症といいまして、心臓の左室の部分が大きくなってしまっていて、でその機能が悪くなって十分に血液を、まあ、ポンプとして体中に送り出す力がなくて、今自分の心臓の力だけではすぐに血液を循環させる力がなく、今その補助人工心臓という装置に頼って命をつないでいるところです。今ヒロは2歳なんですけれども、生まれて、まあ、しばらくして治療が始まって、結構早い段階からもう心臓移植しかおそらく助かる道はないんじゃないかという話をお医者さんから聞きまして、それで、まあ、いろいろ調べたりお話を聞いている中で、やはり日本で移植を受けるっていうことがすごく難しくて、もう移植を受ける前に亡くなってしまうというお子さんも、まあ、いらっしゃるということで、なんとか助かる方法はないかというふうなことを、まあ、考えてお医者さんとも相談して、海外に渡航するという道もあるということをお聞きしまして、それでまあ、そのためには莫大な費用がかかるということで、スクー会を結成して、でこれからその費用のための募金活動を行っていこうというふうになった、そういった経緯がありました。ただ一人の子どものために本当に多くの方々の協力を得て、また3億1000万という多額の募金を集めることになりました。親の本当に勝手なお願いであることは、分かっているつもりなんですけれども、どうかヒロがまた家族と一緒に過ごせる日が来るように、ぜひ多くの方々のご理解とご協力、ご支援をお願いできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ヒロ君は今心臓の移植を必要としています。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。2歳の男の子の心臓移植のための募金活動を行っております。